昨日たくこばちゃんとバイバイ言ってね、渡辺それ卒業してたね。たかこばちゃんが向こう行っちゃって電話になって言われてね。高学のおばちゃん、うん、うちが高学のおばちゃんじゃなくて、あの、あなたが12階の高いホテルでよ、もう止まらない止まらない帰るって、新幹線に乗ったの、あそこのおばちゃん、ね、